はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネルを運営してます井ノ口です。この日はですね、山口市最高亭というですね、山口県ではですね、ものすごく有名な観光地らしいですね。まあ、福岡県人にはね、全くわかりませんけども、まあ、山口のですね、まあ、山口県が、まあ、輩出したというかですね、有名な方たち、まあ、その、芸能人というわけじゃなくてですね、やっぱ政治に関わった人たち、まあ、倒幕あたりからですね、ずっといろんな方たちいましたけども、ここでね、会合を重ねてきたというようなところらしいです。ここ自体はね、数年前に移築して聞いて、この位置に、まあ、移ったということであるんですけどね、まあ、その際、綺麗に整備されてですね、山口としてのね、観光地として、すっかりね、出来上がっている施設のようです。で、まあ、この日、日曜日なんですけどね、まあ、観光ね、そんなに、まあ、何人いたかな、私たちの他には、まあ、10人ぐらいいたのかな、まあ、そんな感じでしたけども、まあ、そんなね、何十分もいるとこでもないかな。まあ、書をね、一生懸命読めばですね、そこそこ、時間かかるかもしれないんですけどね。まあ、よく言っても2時間、っていうとこでしょうか。ここね、料金がもうたったの100円ですね。子供は50円ということで、もうなんかほとんどないような、まあ、料金でしたけども。まずはその大広間、まあ、50畳の時期ですかね、ここはですね。まあ、この大広間に行くと、書がたくさん飾ってあります。で、それぞれですね、まあ、いろんな方の書あるんですけども、パネルがね、ちっちゃなパネルが横というかね、下に下がってましてね、これはね、誰々の書ですよと、どういうことを書いてありますよという解説がね、ありますんでね、まあ、写真付きですね、しかも。ということで、まあ、今の人たちにもね、わかりやすく、説明書きが、まあ、なされているという、そんな作りになってました。これね、数がすごいんですよね。まあ、名前見るとね、まあ、誰しも知ってるような方々が、まあ、8割程度、まあ、そのちょっと裏方にいたような方たちがね、まあ、あと少しね、いらっしゃるという感じですかね。まあ、書を見るとね、まあ、いろんな、ですね、まあ、ことが、まあ、見えてくるのかな、みたいなね、こう、ダイナミックな文字であったりね、細い文字であったり、で、私は達筆というのはようわかりませんけどね、まあ、いろんなことがね、まあ、書いてあるという感じですね。で、昔はですね、こう、この書を見てですね、じゃあ、俺も一応書いてあるということでね、この場で、書いておいていくということをやったらしいですけどね。その後ですね、まあ、30、40年ですかね、ぐらいは、いっぺん家に帰ってですね、それで書いて、まあ、本人が持ってくるのか、書が持ってくるのかわからないけども、まあ、この場で書くということはもう今、ないですね、ということでした。で、まあ、ここね、2階もあるんですね。2階にですね、佐藤栄作さんが、まあ、いつも使ってた部屋があるということですね。そこに行ってみます。佐藤さんがね、いつも座ってたソファーがあるということでね、お客さん用と、自分用ということでありますよ、ということが、言われてます。ここにもね、書がいくつか、ですね、ありましてね、もうみんなもう本当明治維新以降の方ですね。その頃に、まあ、活躍なさった方々ということのようです。で、まあ、こう移築してきてね、まあ、ほぼそのものなんですけどね、やっぱりもうどうしても材料がね、悪くなってるものがあるということでね、少し新しいものを組み込んでるところもあるんだけども、ほぼこの前の通りという感じで出来上がっているようです。はい。ということでね、ほぼ見てまいりましたけど、ここもね、庭もまあ素晴らしいということなんですけどね、まあ、庭はですね、私たちもね、日本人であればまあどこでもあるんでね、まあ、見ては知ってるんですけども、
まあ、外人が来るとね、もうすぐ喜ぶような場所なんだろうなというふうにね、思いますけど、まあ、今コロナでね、飛行機飛んでこないので、まあ、ほぼ外人ゼロという感じでしたけどね。まあ、そのうちまた復活するんでしょう。はい、ご視聴ありがとうございました。